こんにちは。転売アカデミーフルヒデオです。いよいよ Amazon オーストラリアがですね、一般と FBA を始めるんじゃないかと、ね、来年からスタートするという、情報が入ってきてるわけなんですけど、実はね、Amazon がオーストラリアで物販と FBA をやるというのはね、もう3年以上前から、アメリカやオーストラリアのeBay とかね、Amazon やってる人の間では、専門家の間では確実だというふうに言われてました。じゃあなんで今までできなかったのかということなんですけど、まずオーストラリアは人件費が非常に高いです。最低時給が、16ドル、あるいは15ドルと、ね、州によって違うんですけど、マクドナルドの時給は15ドルなわけですね。日本円で直すと感覚的には大体1500円、時給1500円が最低だと。で、年金とかも払えますんでね、1人当たりのコストがおそらく時給、20何ドル、30ドル近くいくんじゃないかなと思います。で、FBA の倉庫、ピックアップでね、人かなり使えますんで、この部分が、高すぎると。で、それをコストに乗せてしまうと、送料が高くて売れないというね、ジレンマがあったなと思います。しかしこれは、アメリカでも人手不足なんかの解消にですね、かなり自動化を進めて、自動化がかなりの部分進んでいると思います。そうしたことによってですね、この人件費が高いというのはね、クリアできた。そして2番目に輸送コストが高くて輸送品質が低いです、オーストラリアは。中国からオーストラリアに送るのと、オーストラリア国内で送るのだとね、なんと中国から送る方が10分の1ぐらいの値段で済むと。だいたい中国からオーストラリアにちっちゃな軽いものを送って100円で、届きますけど、オーストラリア国内でね、発送するとだいたい1000円かかると。どうなってるのということですね。日本から送った場合でも一緒ですね。日本から送っても、オーストラリアに送る国内の輸送とほぼ一緒ぐらい。しかし日本から送った場合にはね、EMS だと3、4日で届きますけど、オーストラリアだとね、1週間以上かかると。輸送コストが高くて輸送品質が低いという問題がありました。おそらくこれを解決できたのはですね、去年の2月に日本郵便がオーストラリアの物流最大手、ポール・ホールディングスという会社を買収してます。で、日本ではね、日本郵便と Amazon は提携してますので、おそらくこの提携がそのままオーストラリアでもされるんじゃないかなというふうに思います。そうするとね、何しろ日本郵便だともう Amazon で利用実績があるわけですから、ポールホールディングスを使うことによって、この輸送コストが落とせて、輸送品質が上がるというのがね、出てきます。これで、実質的なね、部分、実質的なというか物理的な部分はもう問題は解決していると。3番目、これ結構厄介なんですけど、オーストラリア政府、オーストラリアってね、かなり規制が厳しいです。昔の日本みたいなね、感じですね。何をやるにもライセンスが必要とかね、何々、オーストラリアの現地の人をね、何%以上使わなきゃいけないとか、あるいはね、もう、そんな規制があるのかというようなね、感じであれこれ規制があります。ということは、オーストラリア政府が Amazon 進出をね、歓迎するような形にしてから、物販を始めないと、いざ進出したけどね、物を売れなくされちゃうというリスクがあるわけですね。これをなんとかするために、多分雇用を増やす、雇用は増えるわけですからね、現地の人を何%以上必ず使うとかね、納税を他の国よりするとか、あるいはね、現地企業と提携するというようなね、交渉をして、この部分が多分一番のネックだったと思うんですけど、この部分の交渉がまとまりつつあるんじゃないかなと思います。この辺の話はね、またメルマガの方で別な記事、動画を作っていこうと思いますので、興味ある方はね、メルマガ登録してください。で、この規制部分が、外さないとどうにもならないというのはね、今となっちゃもう Amazon に勝てる企業は世界中にないわけですね。で、ましてオーストラリアってね、そういう輸送コストが高いとか、物価が高いというのは、規制が多くて、そのために物価が高いとかいうことになってるんで、Amazon が進出しちゃったらですね、ちょっとオーストラリアの既存の企業だと勝ち目がないと、Amazon 一人勝ちになってしまうというのがあります。逆に言うとね、一人勝ちする Amazon 乗っかればね、進出した後、かなりの期間、もう毎日一年中ホリデーシーズンというような状態がしばらく、続くことが期待できます。こんなわけで、ほぼもう来年始まるというようなことでね、決まりのようなんですけど、どんな、問題があるのか、オーストラリアならではのね、注意点もどうなのか、あるいはね、出演するにあたって、こういうふうな形でおそらく進出してくるんじゃないかというようなね、情報をまたメルマガの方でご紹介したいと思います。いろんな企業名とか出したね、予想とか、あるいは、規制の話なんかも入れてきますんで、ちょっと公開するとね、どこからクレームついたりしたらまずいんで、メルマガ読者だけに見れるような記事とか動画というのをね、増やしていく予定ですので、オーストラリア、アマゾン開始時期、なんで開始されなかったか、その辺のことが気になる方は、無料メルマガにご登録ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。